はい、こんばんは、すっぽんです。龍神伝説第一部の続きをやってまいりたいと思います。はい。まあ、前回の動画をご覧になった、なってた方は、あれ、なんか、スタート位置が変わってんじゃねって思うかもしれませんが、実は、こっそり、録画しないでレベルアップしました。ちょっとこのゲームやたらと、状態異常使ってる敵が多くて、すぐ全滅しちゃうんで、まぁ、ちょっとレベルアップしないと厳しいかなっていうんで、まぁ、ちょっとレベルアップさせていただきました。で、今回は、竜、の武器をパワーアップさせてあげようかと思うんですが、武器はもう持ってるんですよね。それをさらにパワーアップさせることができるみたいですよね。星の森と癒しの泉で、さらに大切な人のお墓の前。これは結構また大変。3箇所を回らないといけないところなんですよね。まあ、とりあえず星の森を行ってみましょう。星の森って結構最初の方だったかな。あ、無事だ。あれ？星の森って。あれ？あ、ここか。ここに何か手がかりになるものはあるらしいんですけど、どうしようか、先頭は見に選べるんだよね。何て言っちゃうの？で、まあ、外に出ちゃうだけですね。まあ、片っ端からちょっと調べてみましょうか。攻撃だけで倒せるのかな？さすがに一旦だけでは倒せないのか。お、あ、知らない。レベルアップしたけど、どうなのね。2回攻撃以外使えるスキルが、この、シュラーレプザン、これが強すぎて、他のスキルが全然役立たずっていう感じになっちゃってますね。あそこなんかあるの？先生コインチだ。ここなんかありそうで何もない。
あと、リュートが、全体切り2っていうのは、素手での攻撃は不可能。あ、おう。ダメージはそんなに高くない。もともと全体切り1の方、最初の頃結構使ってたんですけど、ダメージはそんなに大きくはないんだけど、消費 MP が少ないんで、結構お世話になってましたね。このもの。あれかな？あれ、なんか、ありそうだ。というか、そこに行くには、ここできてないのか。なんだこれは。ここでアシュラと会ったのかな？違ったっけ？ここは、あれ？ここ？なんか、すごいややこしいダンジョン。なんだなぁ。これもしかして秋にこのファイヤーバードだけで倒せないの？あ、倒せないのか。しまった。もれば死ぬ。ちなみに今全員に成長の指輪を装備させてあげてるんで、得られる経験値が2倍なんですね。それで、レベルアップもサクサクするものが、マッキーがレベルアップして、またスキルを覚えると、ドラゴンソウル750。ほら、ファイヤーバード2っていうのを覚えたの。すごい、消費 MP が大きすぎて。あれ、ここ行ったことあんのか。ガーコイル結構ヒットポイント高いから、そう。この二人の攻撃に任せればいいのに。
ああ、ここか。ここすごい複雑な。そもそも、この、なんか、入り組んだ道を進むことによって、さっきのあそこのところにたどり着けるかどうかっていう疑問もあるんですよね。もうスピードアップ。ちょっと戦ってるとマップを忘れてしまうんで、逃げていきますか。ここは、もしや、戦争関係差しとか。いえ。何故に。いつか。じゃあ、久々に規則でも使おうか。あ、まだあるのか。え、あそこ？なんか魔法陣。行ったことあるのか。まあそういうやつだと。てっきりあそこで。ワープしていくのかと思った。上は何もなかったよな。どんどん戻ってるな。戻ってるのか？進んでるのか？わかんない。なんかかなり戻ってきたような気がする。じゃない。ここはなんか前来たような気がする。やばい。わかんないな。
こっから戻ったら、多分何もないんだろうな。でもこの先のどこかの道を行けば、さっきのスポンにたどり着けるんじゃないかなと思うんだけど。ちょっと、リュートの攻撃力が、もうちょっと物足りないんで、ぜひともちょっとパワーアップさせておきたいなーっていうのはあるんですよね。まあ、この後は、しばらく、さまよい続けるところをお見せすることになっちゃうかと思います。まあ、せっかくなんで、まあ、このゲームのストーリーがどういったストーリーだったかっていうのを、まあ、ちょっと説明しようかな。で、このゲームは、まあ、ゲームというか、この龍神伝説のストーリーっていうのが、まあ、その昔、光の竜と闇の竜だったかな。じゃあ、龍神って言ってたと思うんだけど、その二人っていうか二匹、あれ？あ、違う。二匹の竜の戦いがあって、まあ、そこでは光の竜が、まあ、勝利を収めて、まあ、めでたしめでたしだったんだけどな。なんかよくわかんないけど、まあ、じゃあ、竜神が復活したのかな？それで、まあ、世の中が危機にさらされてる。あ、こういうのは、結構戻されたの、これ。あ、そういえば何回も前、落とされたような気がしますね。で、まあ、蛇竜神によって世界が闇に閉ざされようとしているときに、この竜とっていう青年が立ち上がって、蛇竜神を討伐しに行こうっていう、まあ、簡単ざっくり話すとそういう感じのストーリーですね。で、途中、旅をしてると、最初の出会いの森っていうところで、このパーティーにいるアキっていう、エルフの少女って言ったらいいのか、女性って言ったらいいのか。確か年がな、16歳だった。
結局ここ戻ってきちゃった。で、アキっていうのは、なんか、エルフの王女様で、まあ、その、エルフの国で、一番偉い人っていうわけなんですよね。あそこがなんか、鍵だと思うんだけどな、どうやって行ったらいいの？こっちまで来ちゃうと、多分どんどん遠ざかっていっちゃうような気がする。で、3番目にいるレミーっていうのが、まあ、天使で、何の前触れもなく、いきなり、登場したんですよね。まあ、性格も能天気というか、まあ、いわゆる天然キャラで、なんだこいつはって感じだったんだけど、まあ、それまでは、リュートとアキの二人きりって、まあ、戦闘が辛かったんですけど、ここで、そこで、まあ、レミという、まあ、回復役がパーティーに加わったことって、まあ、だいぶ戦闘が楽になったんですよね。ちょっと反対側からちょっと入ってみようかなと思う。星の森をですね。ダメージ小さいけど、まあ、一応全員倒せたからよかった。あれ、こっちから行けるのかな？てか、そもそも、こっち方面だったかっていう疑問もあるんだけどな。あれ？あれ？リュートのこの全体切り使えば、あとちょっとのダメージで倒せるっていうわけでもないのかな。星の森に行きたいんだけど、こっち側から行けないの。
のがいいじゃん。お、来た。よし。闇の食べます。やっぱこいつはあれだね。直接攻撃系のスキルじゃないと、なかなかダメージは入らないです。あら、早いな。お、やばい。リュートンが麻痺しちゃいました。大丈夫かな？まあ、そんなことはないか。ジョンだったっけ？宝箱があるだけだったから別に用はない。こっちも宝箱があるだけですね。この先には進む。こっちも宝箱があるだけみたいですね。で、さっきの話の続きをすると、テレビっていうのが、その、回復役の天使で、で、4番目の、アシュラだっけ？アシュラ。アシュラは、まあ、一回、三人で戦ったんですよね。それで、どうなった
ちょっと詳しい内容は忘れちゃったんで。あれ？あそこ、こっちかっけ？あそこなんだよ。ここはもしや。え？なんもない。え？あれ？これ、ここ前回来たかな？でもなんか見覚えがあるような気がする。ていうか、メモリー。し 違う、ここじゃねえの。もう分かりにくい。あれ、ここってさっき来たところなんだよな。やっぱり。ここの右側がなんか気になるんだよね。え、こっち？ああ、わかんないな。じゃあさっき来たしな。諦めるしかないかな。確か今装備してる武器よりもちょっとだけ強いのはあるんで、とりあえずはそれで我慢するしかないかなと。どっちに行けば出られるんだろうな。ここかな。とりあえず、地図に戻って、その、ちょっと、ちょっとだけ強い武器を買って、まあ、今回は終わりにしようかな。
まあ、攻撃役はアシュラに任せて。まあ、リュートは、そうですね。アイテムで回復する係とか。でも、悪くないんじゃないんでしょうかね。こっちじゃないよ。魔法陣もあと使えないのが残り1個なんて、まあ、もうすぐクリアが近づいてるってことですかね。これかな、これ。確か、アキは今最強の武器装備してるんで。他のメンバーも結構、まあ、前回の動画でやった通り、最強の武器防具をいくらか揃えることができた。まあ、あとは、お店のものに頼るってことは、ただ我慢しなくていいかなと。あ、ステータスが、なんか一通り下がっちゃうな。これは、どうなんだろう。これは、微妙だな。印象性落ちるのはちょっといただけないな。ああ、せっかく買ったけど、これは、却下だな。残念。他のステータスが下がっちゃうから、トータル的に見たら、あんまり良くないような気がしますね。あ、そういえば格闘場があるんだよね、この辺に。それちょっとやってから、今回は終わりにしましょうか。前回よりかなりレベル上がったんで、前よりはいくらか進めるようにはなってるんじゃないでしょうかね。あれ？どこだっけ？本当、わかりづらいマップですよね。微妙に MP 減ってるけど、本当に。あ、そうだ、装備、どうしようか。宝石みたいな。はやっぱりこれ、賢者で MPA 半分。これなんかレミ専用のアイテムっぽいから、これでしょ。
あとアシュラもなんか、暗闇予防士。暗闇予防士か。なんかこれ、なんかこれ、ここはまだ雑魚だから、そんなに使うスキルに悩むことはないけど、どれにしようかな。あ、本当にこれ雑魚なの？なんかスキルを使って損をしちゃったかな。戦闘終わって、その次の戦闘始まるまでに回復とかができるから、こっからが本番だけどね。一発で倒せんのか。どうすんの？キングボールレビューを攻撃すればいいこと。さすがに死ぬか。先に雑魚ゴーエンを倒しちゃってから、後でゆっくり。あ、倒しちゃったか。できれば回復してから次の戦いに臨みたかったけど。レアウルフ。ウエストやってるか。海王拳みたいなスキル。もう強い。あれ、なんか3回攻撃するのどうやったっけ？これか。ちょっとそろそろ。
マジックパワー回復していかないとやばいかもしれない。あ、結構強いな、これ。ていうか、竜と、ブースト使ったけど、いまいちパワーアップした感じが感じられない。単体関係なのか。250、450、5000、5000キロか。おー、しぶといやつだな。お、ポーションいっぱいゲット。ベヒーモスか。気合い使ったことないからな。スリップダメージってこれ効くのかな。ちょっとやってみましょうか。聞かなかったね、確かに。どうしようかな、ちょっと。すげえダメージ食らったような気がするな。いて。ちょっと待って、これ。こんな強かったっけ。なにこれ全然ダメじゃん。これなんか最後のボスより強いんじゃないのこれ。全然ダメだなこれ。多分あれ、最後のボスより強い感じ、気がするけど。
で、はい。あ、蘇生、蘇生。オールレイズ。オールレイズみたいな。ダメだ、これ。多分、ここは、一回クリアしてから来るとこなんだな、と。今回は、まあ、ほとんど、何もないに、等しいくらい何もなかった。進展が何もなかった、回になっちゃいました。まあ、ちょっとだけレベルアップできたから、まあ、よしとしましょうか。ナビの音がいいですね。いかにも港町っていう感じがして、あ、間違った。あ、もう一回やるとこだ。次は、やっぱり、まあ、前回かな。まで、進めた、大灯台から、またやっていきたいと思います。まあ、とりあえず、今回はここまでということで、また次回お会いしましょう。さよなら。セーブしようね。